たぬき開発無人島移住パッケージ。そもそもここどこだよ。おい来たぞポンコツども。暮らしのサポートをさせていただきますのでって、サポートされた記憶が全くないんだが。名前はエソソ、誕生日は5月31日、エソソの初めての動画投稿の日だな。あー個人情報すっぱ抜かれた。あ写真だって。これ失敗しねえようにしねえとな。よしこれでオッケー。可愛いだろ。あとてもいい感じだと思います。心にも思ってねえこと言うんじゃねえよ。南半球にしてみようかな。在任島が北半球だからな。島の地形な、これな。4つからしか選べないのか。じゃあここでいいや。エソさんがもし無人島に1つだけ物を持っていくとしたら、多分確実選んでね、明かりにするか。ああ早くしてくれよ。え待って、誰がいいんだろうな。あ最初の住民たちは誰がいんのかっていう。無人島移住パッケージチャーター便へのご搭乗誠にありがとうございます。はいいいよ、うん、飛ばすから。はいさようなら。あイメージ映像始まったな。おい何これイメージ映像。えひどくないこれ。ええー、嘘最低じゃん。何これ、こんなとこ行きたくないんだけど。やだこれ、クソみてえな島じゃん。お来たついに。おほほほほほほほ。いやこんなんだったな。あーまだまだ未開の地じゃねえが。あー動物何もいねえじゃん。はいはい、うえ皆さん、長旅お疲れ様でした。おい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 、なんかよ、くせえなと思ったんだよ、飛行機の中がよ。おい、なんで家畜と一緒に入れられてんだよ。おい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 、コアラは二人いらねえんだよ。おい、豚、走り出すな。おい、豚、お前ちょっとこっち来い。お前はな、行くな、案内所に。お前勝手行くんじゃねえ、豚。こっち来いよ、お前。お前こっちじゃ。おい、豚、走んな。走んな、おい、黒豚。おい、豚、おめえにここに移住する権利はねえんだよ。挨拶を後にして、今言われた通り、ついていこうよ。来んな、おめえは。お前、汚れるだろ、案内所がよ。豚死にました。豚死んだから。あもう、始めようぜ、さっさと。誰だ、野生動物連れてきたやつよ。アグネスさん。はーい。オズモンドさん。はーい。エソソさん。うっす。はい、大丈夫ですね。いや、大丈夫じゃねえ、メンツが。なあ、こいつら島の外に追放しろ。今回の被害者たちがこの3人です。僕はこの無人島移住パッケージを企画したタヌキ開発の社長タヌキ氏と申します。だなも、おめえかこの赤字企画を計画したやつはよ。あ今日からここで一緒に無人島生活始める。おいいらねえよ2匹よ。でまずはな、寝る場所を確保しねえといけないと。でまあこの島なんでございますけども、まあ在任島のサブ島ということですね、まあ、皆さんからいただいた家具しか置けないという縛りがついておりますので、ゲームの進行上、まあ、作んなきゃいけねえもんとか、まあ、マイル交換とかはな、まあ、自分でちょっと交換しないとリアクションとか髪型とかもらえないから、まあ、そういうのはしょうがないんだけど、まあ、それ以外のこういうところに置いとく家具っていうのはもう皆さんがいただいた使わないね、まあ、不要なものをいただいてで置いていくっていう感じですね。自分で作ったものを置くことはないから。あんたは確かイソソって名前だったよね。おい気安く人の名前呼ぶんじゃねえよお前、さん付けしろよ。うちはアグネスだよ、よろしく。ブルン口癖がキモい。もろ豚じゃねえか。見たところお互いどこに電灯あるかまだ決めかねているようだね。まこんな小さな島じゃどこに住もうかみんなご近所さんだけどね。おめえは隔離じゃ。俺テントどこにしようかな。あここに建てるわ。あこう決定じゃ。邪魔すぎんだろここ。いいよここでいいよ。いここじゃ。あここが俺のテントじゃ。おい豚ちょっとテント貸せ。あーそろ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 。おめえはあと海の中入っとけ。ここにしようぜここにしようぜ豚のテント。あーここでいいよ。いや邪魔すぎんだろこれ。おいオズモンド一緒こっち来い。よおいらはオズモンドってんだ、これからよろしくな。わーい、じゃあ貸せお前も。じゃあオズモンドは適当にこの辺でいいや。あーここな、案内所横な、これな。よしできたぞ。あーオッケ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 ー。あ親睦会な。俺は燃料、なんで俺だけ働かされんだよ。おいよく見たらこのケツの実じゃねえかよ。なんでケツから逃れられない呪縛があんのかな俺。なんでこんなとこかぶんだよマジで。よし集めたぞ。じゃあこれな10本な。こんな細い枝10本でキャンプファイヤーってお前頭とち狂ってんか。おい あの木の枝10本か、なんでその丸太に変化すんだよ。ビッグライトでも持ってんのお前。キャンプファイヤー、ああね、食材もちゃんとね、まあ桃とね豚肉あるからいいキャンプファイヤーになりそうだな。ということで今回の島なんですけども、まあ、コンセプトがね、まあ、みんなからいただいたものしか使えないっていう島なんで、まあ、他力本願島か助けてお伏せ島っていうね形で、まあ、アンケート取らせていただいて、でアンケートの結果の方がですね、皆さんね投票のありがとうございました。他力本願島が1358票
で、小布施島の方が3937票ということでね、まあ、3倍のスコアをつけてしまったんで、まあ、今回はね、助けて小布施島で行こうかなと思います。まあちょっと何かあったら、また皆さんに意見の方募ろうかなと思います。まあね、なんか助けろとかもいいんじゃないかとかね、いろんな意見もらったんですけど、まあこれで一旦ね、まあみんなに OK をいただいてるんで、まあ今回はこのままで行きましょうか。じゃあ行くか。他の2匹はどんなしょうもないの考えてんの？せーの。助けて、おせ！ネイチャーマッスル。おい、クソだろ、そんな。クソだよ、クソだよ。助けて、おふせ島じゃ、ここは。ちょっと言いづらいんだよな。助けて、おふせ島な。異色のネーミングセンスが光っていた。そりゃそうだろうな。こんなんつけりゃそうそういねえぞ。多分この、あつ森の中で初めてだよ、この名前は。助けて、おふせ。皆さん、ぜひともね、助けてやってください。おっと、いきなり全員が拍手とはすごいでな、もん。恐怖支配だからね、これに関してはね。ああ、これ助けてお伏せでいいよ。ああ、早く進めろ。あとな、ちょっともう一つアンケートしてんだけどよ。この豚、今日食いてえやついる？待て。助けて、ああ、お伏せ島。助けてお伏せ島。助けてお伏せ島の、どれだろう。まあ、でも罪人島だからな。助けてお伏せ島にしとこうか。何か一言。豚はバラします。何拍手してんだよ、あいつ。自分危機感持ってねえな、こいつ。ああ、乾杯な。ああ、いいじゃん。ああ、これパーティーしようぜ。ああ、もう持ってきたから。ね。ファナも、ハシシも持ってきたからよ。これでハイになろうぜ。はい、乾杯。地獄かな。おい、豚さっきからおめえよ。ガソリン補給しすぎだろ。どんだけガソリン飲んでんだよ、お前。死ぬぞ。移住者のみんなで助けてお伏せ島のこれからお祝いするなんて、なんだか感動的じゃないか。ブフフ。おめえぶん殴んぞ、マジで。なや、ブーって。もう十世乾杯したら、もうおいらたちは家族みたいなもんだな。兄貴と思ってくれてもいいぞ。わーい。おめえ何の拷問だよ、それ。磯さん楽しんでくれてるだろ、もん。この状況で楽しめるやついたら見てみてよ。今日は夜通し火を焚いてるから疲れたテントに持って休んでくれていいなら、もう帰るわ。あ、なんだこれ。あ、ベッドな。あ、まあ、外に飾れねえんだな、まだな。ただいま我が家。あ、なんだろうこれ。あ、赤いぞ。今回の携帯ラジオ。これは？あ、ランタン青いぞ。え、じゃあ待って。これどんなデザインよ、これ。うわぁ、これ何これ。なんか休館用のベッドじゃねえかよ。何、殺されんの俺。悪夢？おい、あんないきなり無人島の中ぶっ込まれたから悪夢見始めたよ。いや、ついに一人で暮らす決心をしたんだね。悪霊退散。はっ。おい、気が狂うかと思ったわ。何あの悪夢。俺が陰陽師の心得があって助かったわ。あ、なんじゃ、たぬき。よかった、愛沙さん。無事だったんだもんね。おー、ビビったぜ。危うく精神取り込まれるとこだったぜ。今日から本格的に暮らし始めるにあたって、大事なもの、なんだなんだ。あー、何？うわ、来たー。請求書。おめえマジこれ秒でしょっぴかれる案件だぞ。たっけーなぁ。払えねえよんなもん。払うわけねえだろ。闇金には払わなくていいっていう法律があるんだよ。ということでやってまいりました。いそその助けてお伏せ島実況。皆さんのね、協力をいただくまでにある程度土台を作っておかなきゃいけないんで、まあその土台作りの部分は、まあ、動画だったり、まあもしかしたら生放送だったりで、まあお見せしようかなと思います。それ以降ね、皆さんと交流できるようになったら、まあ、その時点でね、まあ、皆さんから、ね、不要なものをいただいて、で、それを使って、まあ、この島を作り上げていくっていう形にしたいなと思いますので、まあ、ぜひともね、ご協力の方、よろしくお願いいたします。ちなみにね、ベルとかに関しては自分で集めていこうかなと思ってます。さすがね、ベルまでもらっちゃうと、ちょっとあれなんで、マイルとかね、ベルに関しては、まあ、自分の方でコツコツと集めていこうかなと思います。道具とかもまあ作ったりとか、まあ買ったりとかもするかもしれないけど、まあ道具は OK にしときましょう。さすがに道具使えないとマジ不自由すぎるんで、まあ道具は作るか買うかだな。ということで動画の方は始まりましたので、今後はね、定期的に、まあ皆さんにこちらの方の島の様子も楽しんでいただきたいなと思います。おい豚、おめえ何やってんだよ。おめえ食料がねえからって無事食おうとしてんじゃねえ。やめろ豚お前。つかなんでまた豚なんだよ。豚率高えんだよ。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。